琵琶湖を一望しながら贅沢なランチコース。この前滋賀に奥さんとドライブデートした時に見つけたお店がマジで良かったから共有するな。ラコリーナや八幡堀からすぐのところにある弥勒テラスってところ。琵琶湖を一望できるテラス席がマジで映える。2階には部屋ごとにコンセプトが違う完全個室席があって、ファミリーや女子会にも使える。ここでいただけるランチコースはディナーだったら1万円を超えるぐらいのクオリティで、ランチってだけで4000円以内で食べれるコスパの良さ。それを手掛けるのはロブション出身で世界中の国に出張料理人としてフレンチを作っていたシェフ。まずはシェフのスペシャリテから。無農薬野菜を用いた唯一無二のお料理。選べるメインには豚肉のコンフィをチョイス。油から甘くて美味しい。ほんまに言葉失うぐらい美味しかった。テイクアウトメニューも800円ぐらいであったりと、観光ついでに立ち寄るのもあり、滋賀は近江八幡にある弥勒テラスへ行ってみて。